今回のチャフィトラは原宿にある麺ちらしをご紹介します。人気の美味しいうどん屋さんです。原宿らしいモダンなデザインのお店。オープンは2018年。日曜日は長蛇の列だったので平日の夜に出直してきました。メニューを見ていきます。お食事メニューとトッピング、飲み物と写真メニュー、ローマ字と英語表記、究極の釜玉がおすすめ、外国の方にも分かりやすい。こちらはおすすめメニュー、麺ちらしのオリジナルホットソース、店員さんおすすめのごぼう天、それだんだん白くなって固まってきますので、こちらの自家製の醤油を一周垂らしていただいてお食べください。そしたらこちらの3種類のトッピングと、こちら有明産の初摘みの海苔を下で煮干しておりますので、こちらにお使いください。失礼します。映える釜玉うどん、ペコリーノロマーノがたっぷりのカルボナーラ、盛り付けも美しいうどん、高級バター、高級卵、箱の中は高級海苔、海苔はいぶされています。カルボナーラからいただきます。バターと卵黄をよく混ぜます。イタリアを代表するチーズが美しい。うどんは無料で大盛りにできます。打ちたて、切りたて、茹でたてのさぬきうどん、おいしい。紙エプロンの心遣いも嬉しい。バターはあっという間に溶けています。卵はこだわりの紅花卵、醤油を軽くかけます。削りたての山吉本枯節、最後にネギを添えて、バターと卵黄と削り節で究極の味に。ごぼう天はサクサクです。有明産初摘みの海苔も香ります。ごまをアクセントに、原宿でコスパが良くて美味しいから人気店なのも納得です。大満足のうどんでした。